鹿島アントラーズの安西光輝です。小川雄介です。雄介負けねえぞ。光輝くん勝ちますよ。よーし頑張るぞ。それではまず最初の勝負はシュートスピード対決。3本お互い蹴ってどっちがスピードを出るか競います。2番目の勝負はリフティングドリブルスピード対決。ジグザグのコーンをリフティングでドリブルしててどっちが早くゴールにたどり着けるかっていう対決です。はい。3番目の勝負はフリーキック的当て対決です。的に先に当てた方が、シンプルに勝ち、そういうゲームです。